はい。これも実際ね、通訳コースで聞き取れなかったところなんですよ。皆さん聞き取れるでしょうかものすごく短いんですよ。あっという間に終わります。行ってみますね。학학훈훈はい。これだけね。では行きますよ。黒のボールペンを構えてください。2回目緑。 한 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다. 뭐聞き取れないとこ1一回しただけではないでしょうか3回目青한 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다. はい、最後赤です。한 <목소리> 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다. 하 <목소리> 확인しましょう. 한 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다. 네. ある大学の学生たちの着ぐん小さなんですね。えっ、ー、と、実践もその戦う方じゃなくて、実践するの方ね。えー、実践。で、それが、ふぬなんて、ここなんですよね。ふんふんハンで、これは漢字で書くとこうなんです。まあ、心温まるとか、ほっこりしたという、そういう意味なんですけども、我々はどうしてもね、ふんふんハンとして、 覚えてしまうあるいはまあ音つきでも「フルなん」で覚えてしまう人もいるのかもしれませんけどもこういうところね、えー、目で見たりあるいは漢字で知っているとどうしてもね同じ音を繰り返したくなるんですけども韓国はイレギュラーになるんですね、えー、リズムがちょっと変わってしまう「ねフルなん」となります。でフンフンンではないんですね そこで聞き取りにくくなる比喩が絡むとどうしてもね聞き取りにくくなりますねこうリズムが変わる見た目と見た目とはリズムが変わってしまうということがあります意味はこういうことになりますねある大学生たちの小さな実践実践の線これですね心温まる話題になっていますもう一度実際にこの辺りね不ぬなのところを聞いてみましょう半大学학생デレ작은실천にふぬなん화제が되고있습니다 네, 훈훈한, 네하이それでは3回読みましょう 시작. 한 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다. 2回目. 시작. 한 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다.はい,最後です. 시작. 한 대학 학생들의 작은 실천이 훈훈한 화제가 되고 있습니다. では最後私が日本語を言います皆さん韓国で言ってみてくださいある大学生たちの小さな実践が心温まる話題になっていますいかがでしょうかこの「フルナン音付きで覚えてくださいそうするともう生き取れないっていうことはないと思います今日も1ミリ前進してくださいね